ニバー。ここから始まってここに終わりです。ギリギリここから。はい、あ、どうも現代忍者です。にゃにゃんぴょんぴょんということでね、はい、よろしくお願いします。今日もタクちゃん、はいよ、見せたいものが、ね、あるんです。見せたいものがある、はい、OK、じゃあ見よう、はい、タクチャンネル。タクちゃん、これね、40年前の映像なんですよ。極真会館の人 VS、うん、大気圏の達人高木さんって方、当時喧嘩空手って言われて、うん、極真が最強って言われてたんです。言われてたよね、すごかったね、あの時誰の挑戦でも受けてバンバン戦ってたもんね。総合格闘技とか、うん、MMA とかなかった時代なんで、うん、極真が一番格闘技の中で強いそういう認識だったんだけども、うん、顔面なしルールですよ極真。でも裏でこういう大気圏と一種格闘技戦をしてたのよ、顔面ありルール、うん、当時この映像が流れてたら格闘技界ざわついたと思うんだよね、極真が最強って言われてると、うん、で大山館長は極真こそ全てなので他流派の試合に出ることを禁止すると、うん、極真の試合に他流派の人間が参加することになる、うんうんうん、そのくらい極真のブランドって言ったらナンバーワンだったのに、うん、どのぐらいだったのか、すごいよね。不思議な構え方はしてるんだけど最高の間合いの取り方はされてるよね。極真の方のローキックが当たらない間合いであり、手を前に出すことによって顔面に攻撃をさばける、本当に絶対領域みたいな戦い方されてる方だなと思うね。見てて目あり金的ありってなると、この領域ってすごい絶妙な、かわせる距離、この間合いの取り方ってのはすごいよね。今出ましたけれども、はい、大気圏の高木先生が言っているのは、はいはいはい、自分の攻撃は当たるけれども、はい、相手の攻撃が当たらない絶対領域の間合いがあると、はいはい、で今日、うん、この間合い知りたくないですか。知りたいね、絶対領域って面白い ね、絶対領域の間合いを学びに行きたいと思います、うんうん、見ながらそうです。僕そのぎっくり虫になってるんですけど大丈夫ですか。絶対ぎっくりでいいですか。やる前からそんな言い訳視聴者は求めてないですよ。まあ戦闘術、はい、ぎっくり腰でもやるべきだよね。そういうことです。そういうことですね。絶対領域を高木先生から学びに行きましょう。絶対行くよ俺。はい、よしよし、絶対行きたい。はい、ということで着きましたね。着きました。じゃあ、行きましょう。道場行こう。高木先生の道場に行きましょう、はい、もう待ってくれてるんでしょ。はい、どうや、あ、先生もおられるわ、おった。失礼します。先生、失礼します。本日、よろしくお願いします。お願いします。大変だよ、大変だよ先生。先生、高木師範です。じゃあ先生、本日ご指導よろしくお願いします。ご指導お願いします。まず、大気圏とは何なのかっていうのを教えていただきたいなと思いまして。大気圏ですか。はい、先生あれですよね、沢井先生が大気圏作られたということで、はいはい、で沢井先生が極真空手の創始者の小山先生とその兄弟でやって、はい、そこから、お互い切磋琢磨してて、その空手の沢井先生がやられてたのが大気圏なんですよね。そうですね。この寄生塾の横に書かれている太い、はい、太い木、はい、大気圏、拳を叩いて大気圏、はい。沢井先生の先生の高校祭先生が、まあ、大成拳、まあ本人は大成したとか言ってないんで、名乗ってないんですけど、みんなが大成拳って呼んでた。高校祭先生ですら大成拳を名乗ってないのに、沢井先生が大成拳を名乗るわけがないということで、姓の字を木に一字変えて、で大拳と。先生、じゃあまず大気圏の構えを手で坂口にちょっと、はい、教えてあげてほしいんですけど、この脇を開けて顔の前で平手で構える、はい、で大気圏は利き手の向きに反対の手が補助で打つ、はい、必ず打ちながらも必ず打つ、はい、だから 通常の縦と頬だと横回転の動きなんですよ、はい、横回転の動きなんですよ、はい、大拳は、
縦回転。縦回転なんですね。縦回転の動きなんです。で、先生あれですか、最初の構えの形を崩さないって感じだ。あ、構え崩さないっていうのは、はい。こうで終わっちゃったと。それから、はい、ここにも、これで終わっちゃうと、相手が倒れてくれればいいんだけど、この後、突き立てになっちゃうんです。はい。で、だから、待機は必ず、ここから始まって、ここに終わるんですよ。もう攻撃、攻撃、攻撃。すでに、常にこの構えに必ず戻ってくる。バンバンで戻ってくるんです。格闘技とか全てを学べば大気圏になるっていうのは、はい、そういった由来からですか、うん、そうですね。もう構えから何か全て。絶対ここで終わらない。ここで終わらない。一、終わらない。ですよね。だから空手というよりも中国武道のこれ、あの、これに似てるような。中国武道です。中国武道ですよね。ごめんなさいね。昔ね、空手の大山先生と切磋琢磨されてたという意味で、はい、俺空手のイメージが強かったんですけど、はい、今の先生の動きって完全に中国は中国の動きです。むしろあの太極拳のこの間合いが入ってますね。沢井、はい、先生は立つ前だと一前だという名前をつけて、はい、それも、はい、これは、はい、そうですね。なるほど。で先生よく格闘技とかで、ね、脇締めなさいっていう、締めなさい、なぜ脇を広げるんですか。人間の骨格上の問題なんですよ。だからこうやる、これじゃダメなんですよ。軸があってそれにバンとこれがあるからこう動いた時にこれは連動していくんですよ。つまり人間の体の構造上脇を開くことによってエンドの力が乗りやすい、はい、じゃあ、はい、絶対領域の場合そう教わりましょう、はいはい、先生よろしくお願いします、はい。こっちはいつでも届いて、向こうは届かないっていう場合がある存在するんです、はい、届かないっていうのは、有効だが届かないっていう、はい、そうそう、届かない、そうですね、だから、で、こんぐらいまでに、こう、それで、こう、こう、そうするんですよ。そうそうそう、そうっていう。この時、足田は実際届かない、最初の距離だと、先生に当てられないんですよ。この距離で来るかなと思ったら、入ってくる瞬間が、動きが、ポリが分かんなかったんで、いきなりこう手が目の前にあって、うん、そんな感じでした。あそこでもローキックってどうなの。いや、これですね。ナンバーね。で、うん、こっちで行こうとしても、で前蹴りも多分届かないんですよ。うん、つまりやっぱ懐が深いっていうか、相手の攻撃がギリギリやっぱ当たらないところに先生はいるね、ずっと。先生、俺もちょっと構えさせていただいていいですか。先生の領域の方を。ああ、確かにそうだ。蹴りとかが行きづらいというのがいるわ。で、多分、ほんのちょっとでもこうバランス崩した瞬間が先生が入ってくるんです。はあ、じゃあ、たっちゃん構えた時に、あ、当たらないなっていうのは分かる。分かる。ちょっとやりづらい。うちらも戦闘術だから、手を前に出すタイプなんで、少し僕らも腰低くして、こう逃げやすくしてるんですね。そうです。先生とちょっと相通ずる匂いが似てるんです。似てますよね。あ、それで先生自分と少し似てるよ、戦いかなって言ってたんですね。だから最初お断りしたのは、この人とやったらとことんまでいっちゃうんじゃないかなっていうのが恐縮だったんです。そうなんですよ。先生とルノワールで会った時にですね、先生に最初お断りさせてくださいって言われたんです。とことんまで行っちゃうとどちらかが怪我するってことなんで、まあそうです。そしたら YouTube で確かにもう流されないですけどね。そう、だから先生に、いやいや、そもそも戦わないですからと。そうです、ね。大気圏を学びに行きたいんです。学びに来てるんですか。再度頭を下げて、はい、今回の企画が実現したわけです。はい、先生から技を習って、アクションを生かしたいっていう思いで、先生の間合いとかを少しやっぱ知りたいんで、実際お願いします。はい、間合いをちょっと知りたいので。どう、ダグちゃん。すごい。この、ここに唯一触れれるんですね、先生。はいはい。確かに、蹴りに行こうとしても、太田、このギリギリの周りは少し届くっちゃ届くんだけど、先生の誘いがあるんだよね。ここにスッと行くと先生がもう一つの間合いに入ってきそうな。本当にギリギリ届かない。届かないって感じ。届かないです。ありがとうございます。ここ一歩踏み込むと行くんだけど、待ち構えてるから結局カウンターが飛んでくるなっていう前なんで。お互いの技かいっていうのがあるんですよ。ここまでは絶対届かないっていう前があるんですよ。恐怖を感じた人が技かいに到達する前に先に手を出してしまうんですよ。そうすると必ずそういう人は負けなんですよ。でだから技かいまで絶対手出しちゃダメなんですよ。そうですよね。
で今お互いにマザカイ入らなかった。入らないですね。だからパッと踏み込んで、でマザカイを超えた瞬間には今度は出さないとやられるんですよ。タケちゃんあれじゃん、戦闘術で先に手出したら負けって言ってたじゃん。だから、実は剣術とかにも似てるよね。我慢できず手出した瞬間に死が訪れる。ほんとギリギリなんだよね。例えば、はい、ゆっくり言います。先生に殴りたいなと、こう行くともうこの前に身が入っちゃってる。こうなるとブザーンってもらっちゃう。そうです。こうじゃくとかなんですよ。こうじゃくとかなんですよ。こう入ってくるかもらってことですよね。はい。前に住んでる。で、蹴りもそうなの。蹴りも先生のこの領域も入っちゃったらここ来るわけですよ。これって格闘技とは絶対違う、うん、格闘技ってのはやっぱりグローブの間合いもあるし多少入っていってもいいっていう間合いになっちゃうんですけど試合を切る方だとこの絶対間合いがすごいなっていうでも戦闘術っていうか素晴らしかったですね危ねえって感じ。先生は危ねえって感じ。各チャンネルの何の映像を見てあこの間合いはってお気づきになったんですか。柔らかさで逃げるじゃないですか、はい、あれが似てるんですよ。相手も柔らかさでか、あの正中線をちゃんと外して、はい、そうですね。で、これもこういう外し方じゃないですか。タンタンって、パッパッって、そうですね。先生、どうです坂口はもう絶対領域の間合いを体得してるんですか。もう体得してから入らなかったんじゃないですか。ああ、じゃあもうだから戦闘術と先生の絶対領域が意外になんか似てたのよ、うん、似てます似てます先生。私ね結構誘ったんですよ、はい、で彼も誘ってる、はい、今もうそうやってお互い構え合ってるように見えがちだけれども会話があったってことですか。はい、会話がありますね。じゃあ1個だけでも攻撃をちょっと教わりましょうよ。こうやって、はい、こうやって、はい、それをこの後、届かなかったら、はい、戻さず戻す、はい、戻すと前に入ってきます。で、だからそれが、はい、こうに逃げちゃうと、はい、せっかく坂口さんの蹴りをやっとかわしたのに、はい、まあ、また遠くなっちゃったんですよね。遠くなっちゃったら、何分もなるじゃないですか。だからまさかね、はい、ぶつけるぐらいまで、ぶつけるぐらいまで行くと、バーン入ってくるんですよ。その時って先生あれですか、ある程度攻撃はもらっちゃう覚悟なんですか。私はね、はい、当てさせるんですよ、うん、あと当てさせたらスッてバーンとこれで跳ね返すんですよ。沢井先生が内臓を相手にぶつけていけって言うんですよ。こうやった時に内臓を相手にぶつけて、はい、はい、今もすっごい良かったです先生。この内臓を相手に当てに行くっていうのが、例えばこの蹴りもこうもらったり避けるんじゃなくてこの腹圧を、うん、でいくのやってます。実は戦闘術もちょっと立て替えてるんですね。ナイフとかがあるんであんまりこの腹圧でこう受けると死んじゃうので、それはないんですけどこの盾とかは全然ありますね。すごく先生の大気圏にシンパシーを感じてます。だから大気圏って触れた瞬間に勝負がつくって言われてるのはそういったところなんですね。そうですね、まあ、触れる前から仕組んでるのかな。あと先生と喋った時にすごく僕の中で教わりたいなと思ったワードがあるんですけれども、はい、100回やって100回勝つのではなくて100回戦っても負けない術がある。これはどういったことなのかを最後ちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、沢井先生が野良猫を叩けたら一流だって言われたんですよ。野良猫は行こうとすると前から逃げちゃう、逃げちゃいますね。究極は野良猫をやって寄ってくるような気を温かい気を温かい気っていうのは、格闘技と武術っていうのは、まあ、結構似てるようなところがあるんですけど、はい、ある部分は正反対なんです。格闘技っていうのは、まあ、ルールはありますけど、あの勝たなきゃいけないんですよ、はい、で だからあんまり攻めないって言うとイエローカードになりますけど、はい、武術は勝つことに命なんです。100回やって100回負けちゃいけないんです。例えば間違えてバーンと目を失ったらナイフで刺されて、俺はもう一回明日来たら必ずやってやろうって言ったと失ったみたいなことなんです。そうですね。だから武術はね、勝つことは二の次なんですよ。英語しか知らないですか。いや、会ってみたら全然優しい。いや、優しい気発射してますよ。優しい気で生きております先生。本当に。そうですね。じゃあ先生、あれですね。じゃあ、100回やって100回負けないようになるためには、穏やかな気を持つことで、野良猫をスッとなざれるように、はいはいはい、人間になれって。なれっていうことですね。常に優しい気を放って、相手を包み込むってことなんですね。抱擁動画だね。だから、先生がよく言うね、稲川先生もよく。だから、本当に
に視聴者のみんなに伝わってるかどうかわからないんだけど、めちゃくちゃ今まで会ったら来た達人の中で一番優しい、本当に包まれてるっていうか、道場入ってきてるのもピリピリっていうよりもあったかい。でもその時点で俺は武術として先生にやっぱ負けちゃってる。先生の温かさにもう包まれちゃってる。自分の温かさで先生を包めるぐらいもっとこう鍛えたいなと思います。はい、ありがとうございます。大気圏先生、今のこの生徒さんに教えられてるんですか。先生すぐ構わないでくれ。俺がさ、気を走ってるんですよ。先生、戦わないですよ。先生、ぎっくり腰、結構これる。俺がぎっくり腰だっていうのを、そう、先生なんかではもう誠実だと思ってるから。はいはいはい。だから、ちょっとでもこうあると、絶対料理の間合い、絶対崩さないもんね。で、先生、俺ぎっくり腰なんで、看板重たくて持って帰れないんですか。びっくりもしてよかったですね。けどあの先生、その生徒さんに教えられてますよね。大気圏ってちょっとこの体験とかあったらぜひやってほしいなというか、まず先生の温かさと人柄っていうのが今までの達人で一番あったかいです、うん、で技を見せてもらって説明されるとすごくしっくりきます。そうや、ちょっと先生口下手で普通の達人よりも教え方は下手なんだけどそうだ、本当に下手なんですけど、こんなにも素晴らしい俺は達人ってちょっと感動してるし、大好きなの今。ありがとうございます。本当に大好きだったんで、本当になんか行って学んでほしい。はい、概要欄に先生の姿勢館の、姿勢塾のホームページしっかり貼っときますんで、はい、皆さんね、気になる方はリンクの方をクリックして習いに行ってください。あ、習いに来てください、はい、いや本当に俺もなんかプライベート先生のところ行きたいなと思って。いや本当に高木先生、うちの坂口ここまで言うことって本当ないんです。はい、俺こんなに褒めないです、うん、やっぱりビジネスや、ね、説明がうまい達人たちはどんどんそれでお金儲けができるじゃん、うん、結構こうやって口下手でその技だけでもう伝えることもできない、ビジネスもできないってなったらこうやって貧乏なところでこうなっちゃう。柴又の大豪邸だわ、ここ柴又の大豪邸、柴又の大豪邸だわ。先生の庭にある稽古場だわ。先生、しかも、お茶でも、じゃあ豪邸行ってお茶でも飲もうよ。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。免許っていう言い方をしてる。先生これあれですか、免許改伝のやつですか。免許改伝ではないですけど、教師七段っていう、あ、大気圏先生七段っていうことで、はいはい、これは何になるんですか。まあ免状ですね。免状、ただ免状っていうのは人がくれたもんですから、実力は自分でつけたっていうことです。だから先生道場とかにも飾ってないわけなんです。あ、そうです、まあ、喜んでしょうがないと。絶対こういう道場には飾るもんだと思うんですけど、先生飾ってないですもんね。いや、飾った方がいいかもわかんないですね。持ってきてもらったやつですけれども、はい、先生道場に飾ってた方がかっこいいと思うんですよ。あ、ありがとうございます。でもあえて飾らない方がもっともっとかっこいいですけど飾ってほしいですよ先生、はい、だって出さずに素晴らしいことなんで飾ってほしいです。ウィーバー